白雲の章、角弓の説、死神の噂。ファーガスの北から涼やかな空気が降り始めると、フォドラは実りの秋を迎える。女たちは黄金色の絨毯を刈り取り、男たちは角弓を手に野山を駆け巡る。女神のもたらす大地の豊穣を精一杯に享受するのである。すでに聞き及んでいると思いますが、セテスの妹フレンの行方が分かりません。今のところガルグマクを出た形跡がないことだけは確認できています。私に行き先も告げぬまま、一人で勝手にどこかへ行くような子ではないんだ。大修道院の中をいくら探しても見つからず、騎士団を動員して町の捜索も開始している。最近は物騒な噂も飛び交っていてな、まさかとは思うが。このところ夜な夜な町を徘徊して人を襲う者がいるという噂があるのです。騎士団の調査では遺体が見つかるなどといったことは起こっていませんが。死神騎士がその鎌で命を借りに来るなどと騒ぎ立てる者も出ている。そんな奴にかどわかされたのだとしたら、無事では済むまい。ああフレン。セテス、焦燥は徒労の友と言います。冷静に努めなさい。あなたの大切な妹は私にとってもかけがえのない家族のようなもの。全身全霊を尽くし必ずや見つけ出します。今節の課題はフレン捜索への協力とします。町は騎士団が担当しますので、あなた方は大修道院内の捜索に注力してください。時は一刻を争います。頼みましたよ。フレンが失踪した。セテス殿はさぞやご心配だろう。で、彼女を探すのが今節の課題か。女の子を追いかけるのは俺の得意分野だな。ちょっとシルバン、それ以上ふざけないでくれるかしら。フレンは無事なのかな。もしかして町で噂の死神が。だとすれば面白い。一度そいつと剣を交えてみたいと思っていた。フェリックス、あなたも少しはセテス殿の気持ちを考えなさい。とにかくすぐに捜索を始めた方がいい。先生、まずは情報を集めよう。先生か。怪しい者がいないか見回っていた。あとは書庫だけだ。書庫を確認したらそうしよう。ろうそくの明かり、誰だ。いや違う、まさか。お、先生、それにドゥドゥまで。どうしたこんな夜中に。殿下、ご無礼を。ああ、いや、俺こそ驚かせて悪かった。少し調べ物をしていて。用は済んだ。部屋に戻るぞ、ドゥドゥ。じゃあ先生、また明日。妙なやつじゃな。こんな夜更けに何を調べておったのじゃ。ん、棚の書物が一冊ずれておる。八つ目、慌てて押し込んだのじゃろう。貴族の寄進記録のようじゃな。あらん、出る。知らぬなじゃ。毎年多額の寄進をしておったらしいが、1174年を最後に途切れておるの。
さては死んだか没落したか。フレンの剣との関わりはなさそうじゃが。時間空けるできました。よろしく願います。先生感謝です。適温です。何ですか。はい、はい、用意です。何ですか。感動です。ガルグマ区、海遠くあります。少し寂しく思います。私、見られる慣れています。どうぞ、観察自由です。やはり、文様気になります。全身見ますか。信じられません。どうですか。何ですか。地層、感謝します。いつでも呼ぶ、嬉しいです。先生、待ちます。いなくなっただけで大騒ぎじゃな。とはいえ捨ておくことはできまい。お主も身を入れて探すのじゃぞ。皆に話を聞いてみるほかあるまいな。ここで怠けている暇などないぞ。あなたに依頼があるのですが。そうだな。フレンがいなくなったのは聞いたか。今年は騒ぎにこと欠かない年だね。本当に騎士団の下の連中はもう町に出払ってるよ。何か見つかりゃ私に連絡が来るはずさ。フレンちゃん、きっとセテス様の束縛が耐えられなくて家出したんですよ。気持ちはわかるんですよね。私も束縛したがる兄さんがいるから。フレンが行方不明だって。どこに行っちまったんだかな。ただの誘拐なら身代金だかなんだかの要求があってもいいようなもんだが。ねえ、フレンがいなくなったのよね。手分けして探した方がいいわ。
急がないと手遅れになる。そんな気がするのよ。そうだな、セテス殿の心情を思うと本当に一刻も早くフレンを見つけ出さねば。彼女が修道院を出た痕跡はないそうだが、その情報の真偽さえも疑わしいな。ああ、こうして考えている時間も惜しい。まずは修道院を歩き回って情報を集めよう。フレンの行方について何か知っている者がいるかもしれない。頼まれてくれるか。この修道院には俺たちも知らん通路や隠し部屋が各所にあると聞く。修道院から出た形跡がないとすれば、そういったものを使ったのかもしれん。何にせよ無事ならばいいが。そうだな、仮に誘拐されたとして犯人から何の要求もないというのは解せないな。僕の推理ではこれは誘拐ではない。フレンさんは家出したのだ。先生もそう思うか。であればもうこの大修道院の中にはいないだろうな。あ、フレンがいなくなったのってやっぱり誰かが連れ出したのかな。俺はあくまで個人的な印象だけど、トマシュさんが怪しい気がするんだ。フレンのことをみんなに聞いたりしてたって小耳に挟んだから。でも違うかも。フレンだけじゃなくてジラルト師匠や先生のことも聞き回ってたみたいだし。イングリッドのやつに思いっきり引っ叩かれちまいまして、フレンは駆け落ちでもしたんじゃないかって言っただけなんだがな。真相がどうあれ、いろんな可能性を考えて調査を進めるべきですよね。や、姿を消した美しき乙女か。これが物語であれば心配ないのだが、なぜなら貴族によって華麗に助け出されると決まっているからな。先生は何か心当たりはないのか。彼女が行きそうな場所とか。私もそう思って真っ先にここに来たのだ。しかし彼女を見たという話もなかったよ。フレンさん、お腹空かせてねえかな。誰かがさらったってんなら許せねえぞ。そういや、さっきアロイスさんが貯水池の近くで何かやってたな。アロイスさんってよくフレンに話しかけて怒られてたんだ。関係ねえとは思うけど、ちょっとおで不安になってきたぞ。修道院中大騒ぎですけど、来節の呪術戦はどうなるんでしょう。毎年の恒例行事ではあるけれど、今回はことがこと何はともあれ、フレンちゃん。それはフレンをかどわかした犯人か。確証はないが、気にかかるとすればイエリッツァ先生だ。近頃あの人の件は何と言えばいいか、いつもと違って衝動的な感じを受けた。念のため話を聞いてみたらどうだ。いつもならばこの時間は訓練場でカトリーヌ殿と打ち合っているはずだが。そういえば、
先生、どうした？何か私に用でも？ん？私がフレン殿？いやいや、とんでもない。その、絶対にそんなことはないと分かっているのだが、池の中に沈んでいたりでもしたらと思うと恐ろしくて覗けないのだ。お？よ、なんだ。少し休憩中だよ。いらっしゃいませ。またどうぞ。先生。先生、お疲れ様です。本日は異常ありありであります。そういえば、とある方が毎晩のように街に出ては朝、まあフレン殿の失踪とは関係ない。しかし、フレンが行方をくらますとは、セテス殿も心配されていることでしょう。あの、何の根拠もなくこのようなことを言うのは失礼だと重々承知の上ですが、ギルベルト殿がずっと気にかかっていて、どこかで会った気がするのです。それにアネットをじっと見つめていることがありました。もしかして。いや、そう、事故にしろ事件にしろフレンが危ねえ。俺が見つけてやるぜ。でもどうやって見つけるんだ。情報集めとか苦手なんだよな。ねえ、フレンを探すんですよね。怪しい人に心当たりはないけど、彼女が紋章の力を宿してたって話は気になりますよね。もし珍しい紋章だったらハンネマン先生とか暴走しそうだけどな。あ、いや、別にハンネマン先生が怪しいって言ってるわけじゃないですから。先生。セテス殿があそこまで憔悴している姿は初めて。しかし、もしフレンが誰かにかどわか、私はあのダスカー人が怪しいと思う。ダスカー人。フレン君が姿を消すとは実に由々しき事態だよ。何、我が輩を怪しむ者がいるだと。しかし、その推理には穴がある。その通り。フレン君の持つセスリーンの大紋章は珍しいが、他に持つ者もいるのだ。もしフレン殿がさらわれたのだとしたら、おそらく生きているでしょうな。殺すつもりであればさらう必要などないのですから。そうではありませんか、先生。待ちたまえ。フレンがいなくなっちゃうなんて、なんだか嫌な予感がする。誰かに会いに来たんですか。アロイスさんもシャミアさんも騎士の人たちは出払ってるけど。セテス殿の心配は察するにあまりあるが、騎士団。私はもともとガルグマク近隣の町でフレンを探している間に、万一犠牲者が出るようなこと。いや、すまない、不謹慎だったね。フレンがアロイス。
ありがとう。町で人をさらう死神騎士の噂、最近はよく聞くようになりましたよね。もしかしてフレンも死神騎士にさらわれて。噂が嘘であれ本当であれ、フレンが無事ならいいんですけど。どうかしましたかな。おお、フレン殿がいなくなったと。わしも微力ながら捜索をお手伝いしましょう。うん、わしをお疑いのようですな。ならばその根拠を伺いましょうか。20年ぶりに会うジェラルト殿は昔とほとんど変わらぬ容貌だったとなれば気になって当然でしょう。それだけのことですよ。どうかしましたか。わしも、うん、わしも中数年間ほど大修道院から離れていたこともありますが、わしはこのガルプマークに勤めて40年以上にもなるものです。今までセテス殿に妹がいるなどという話は少しもなかったとなれば気になって当然でしょう。それだけのことですよ。バカみたいに大きな噂通り全身真っ黒い鎧をつけててさ、まさかあの死神野郎フレンの愉快にも一枚噛んで。ねえ先生、マヌエラ先輩を、あ、間違えました。マヌエラ先生を見かけませんでした。大急ぎでどこかへ走ってくのを見かけて。フレンちゃんがいなくなったのと何か関係があるのかしら。あれ、知らなかった？マヌエラ先生は歌劇団の先輩なんです。フレン、さらわれたでしょうか。下手に修道院いるです。一人注目する人います。シャミアさん、騎士ですが違います。動き、ブリギット・ニルです。何してきた人なのでしょう。やっぱりフレンは誰かにさらわれてしまったのかしら。実は私もそう思っていたの。早く見つけてあげなくっちゃ。先生、僕フレンさんとは少しだけ話したことがあるんですけど、世間に疎い感じがあったんですよね。だから余計に心配で。ええ、僕もそう思うんです。無事に帰ってきてくれるといいんですが。なんだ、少し休憩中だよ。フレンの件か。私が怪しいと。ああそうだ。でそれがどうかしたか。私が騎士団の中じゃ異質だってのはいい目のつけどころだが、それとフレンを結びつけるのは短絡的だな。私はかれこれ数十年修道士として
このですが、それでもこの大修道院の構造を神大修道院内を調べ尽くすといっても、しかしこれだけの大建築、創建時の記録は断片的に残っていますが、主よ、どうかフレンさんをお守りください。あの、お願いが。そうです、フレンの手がかりはまだつかめませんか。この先は私が確認してきました。監視の騎士も何も見ていないようです。力を合わせましょう。あなたがそばにいること心強く思います。フレンに主のご加護があらんこと。実は去年も生徒が行方をくらます事件が起こったんだそうです。でも犯人もその生徒も見つからなくて、幽霊の仕業だという人さえいるようで。はい、僕も関係があるんじゃないかと考えていたところだったんです。してみるとフレンって妙な子ですよね。年は若く見えるのにどこか古風で物知りなようで、知らないことも多くて。そうかもしれませんね。セテス様もすごく可愛がっているみたいですし。フレン殿が行方不明とか、無事だと良いのですが、今のところこれといった情報はないようです。私も容疑者の一人というわけですか。しかし疑われている点については事情を説明すれば分かっていただけるかと。かつて私は騎士としてファーガスの王家にお仕えしておりました。イングリッドが私を見かけたというのも王とフェルディアでのことでしょう。そしてアネットは私の。これ以上は許していただきたい。フレンが行方不明で騎士団はもう大わらわだよ。しかし手がかりはとんとねえ。セテスのやつの顔色もひどいことになってんな。どうした、マヌエラ。そういえばだいぶ前にすれ違ったぞ。何やら仮面のようなもんを持ってた気がするがな。あまり親しくねえから自信はねえが、言われてみればそうかもしれん。力を貸してくれ。大修道院から出てはいないと思うのだが、
なぜ足跡がつかめないのだ。そうだ、フレンがいなくなったのは聞いたか。今年は騒ぎにこと欠かない年だね。本当に騎士団の下の連中はもう町に出払ってるよ。何か見つかりゃ私に連絡が来るはずさ。何、イエリッツァ？そういえば今日は見てないな。だが何を根拠にあいつを疑うんだ。そうか、一応騎士の連中にも伝えとくよ。助かった。マヌエラ先生がイエリッツァ先生の仮面を持って走り去った。何か嫌な予感がするな。二人に話を聞いてみるべきかもしれない。イエリッツァ先生は訓練場か自室だろう。部屋は騎士の間の東側だったはずだ。達成されましたね。お手数おかけしました。